はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日はですね、ビットコインとイーサリアムと XRP ですね、この3通貨見ていきたいと思っております。今日が2020年の10月の11日、日曜日ということで、また明日からですね、新しい1週間が始まると、またね、元気を入れて気合を入れて頑張っていきたいなと思っているんですけれども、昨日の動画ですね、ちょっと別件で動画撮ることできなかったんですけれども、2日前の動画でですね、チャンネル登録者様が1万人を突破したというところでですね、本当に皆さんありがとうございますということで、メッセージを述べさせていただいたんですけれども、逆にですね、皆さんの方からね、非常に多くのねコメントやメッセージをですね、またさらにねいただくことになりまして、本当にねいつも応援してくださって本当にありがとうございます。で、一応記念ライブの方はですね、一応予定では1週間後ですね、10月の17日にしようかなと思ってたりします。で、またライブの方ではですね、お酒をまあ皆さんと飲みながら、リアルタイムで相場分析をしていくと。で、リアルタイムで相場分析をですねして、皆さんにお届けするっていう機会がなかなかなくて、こういう機会って結構大事でですね、本当にリアルタイムの相場分析をリアルタイムでリアルなチャートを見ながらやるっていうところがですね、結構ねスキルアップにつながったりするんですよね。はい、まあそういったところもあって、今週の動画ですね、またそれに加えてですね、まあいろんなイベントも考えておりますので、ぜひ今後とも応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。今日ですね、まあサムネイルの方にもアップしていたと思うんですけれども、 XRP がですね跳ねそうだということで、XRP の方をちょっとね濃いめに お届けしていきたいと思います。基本的には、4時間足を使ってですね直近の分析をしていくということで、まあ10分程度でですね今日はさらっと終わらせたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思います。それでは入っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。まずはですね、XRP の方からね、今日はやっていきたいと思います。今の、時刻がですね、20時18分。今の XRP の価格が 25.7 セントですね。日本円で言うと、27.1 円ぐらいのところを推移している状況です。XRP に関してはですね、来週ですね、スウェル2020という、まあ、XRP リップル社のですね、最大のカンファレンスを控えていると。今年に関してはですね、まあ、ウェブ開催ということで、まあ、本当に不特定多数の方にですね、向けて情報を発信することができるということで、まあ、いろんなサプライズもね、飛び出すんじゃないかっていうふうなですね、期待も、まあ、されている中なんですけれども、例年のね、XRP の傾向を見ると、やっぱりスウェルまでに、上げてですね、価格を上げていって、スウェルの開催日でどんどん下げて、その後もですね、スウェルが開催された後もその下落 の勢いがですね止まらずにしばらく下げるということがですね、過去3年間同じように続いているんですね。そういったところからしても、やはり今年もですね、今ね非常に上げやすいというか、上げる準備が整っているような状況になっていますので、やはり XRP に関してはですね、スウェルまでに上昇してくるんじゃないかなというふうに思っております。これは予想の部分にもなりますけれどもね。はい、一応ですね、今のところの状況を見ると、三角持ち合い、しかもアセンディングトライアングルという形で推移しております。ここでですね、はい、一応ラインを引いていくと、まあ、こういうね、三角持ち合い、高値が一定で安値切り上げているラインになっているわけですね。はい。で、ここのですね、もう三角持ち合いも収束ポイントなんですよ。したがって、今日の夜もしくは明日の朝までにはですね、また一段ね、上げていくような。で、次の目標ポイントとしては27セントだと僕は思っているんですね。まあ、それは過去の値動きにおいてですね、意識されたラインがこの27セントになるわけですけれども、27セントで、そこを超えたらですね、まあ、27セントから30セントのこの、青いラインですね、ここの価格帯で結構ね、レジスタンスは強くなると思うんですよね。そういった勢いが強くなると思いますけれども、ひとまずはですね、ここのまあ抜けぐらいまでね上がるんじゃないかなというふうに見ておりまして、まあ日本円で言うとですね、30円を超えるぐらいの価格帯までね、据える前までに上げるんじゃないかなというふうに、見ております。まあそういったところもですね、来週の値動き非常にね期待したいところかなというふうに思っております。で、ごめんなさい、直近のところですね、直近のところを見て いくとですね、このアセンディングトライアングルは当然なんですけれども、移動平均線がですね、ついに動き出しております。完全にですね収束して、方向感がない、トレンドがねですね出ていないような状況が続いていたんですけれども、今直近のところを見るとですね、短中長の移動平均線、赤、黄、青っていうね順番で並んでおりますけれども、20、50、100MA がですね全て上向き、綺麗な形で上向きになっている状況で、ローソク足も上にいるという、これはいわゆる、上昇のですねパーフェクトオーダーというふうに言われて、まあ非常にこう勢いがね強くなるような、まあ時に出るというふうなですねチャートパターンというかシグナルになるわけですね。で、そういった中で高値をですねこれ一定に保っているラインがどこなのかというと、25.7 セントなんですよ。今がですねもう 25.7 セントのところでいるので、本当に今からね、ぶち上げても全然おかしくないという状況に来ているわけなんですよね。
で、ここの 25.7 セントっていうのは、まあ、直近のところでですね、かなり意識されていて、8月の後半ぐらいからですね、サポート、レジスタンスということで、まあ、かなり意識されているラインっていうのは間違いないわけですね。で、そういった中で何度かですね、こう過去チャレンジしたんですけれども、やはりですね、こう抜けていくにはね、乏しい材料だったわけですよ。まだまだね、これ安値圏で横ばい続いていましたので、なかなかこの横ばい終わったなっていうふうに判断することができなかったわけですね。で、ただ直近のところにおいては、そういうパーフェクトオーダーを作っている、それからアセンディングトライアングルでですね、上に抜いていきやすいようなですね、シグナルも出ていると。それに加えてですね、今日ここ重要ですよ。これ重要なので覚えていただきたいんですけれども、ちょっとね、中期的なところを見ていくと、まあ、ここはですね、以前の動画から言っているのでお分かりかと思いますけれども、コロナショック以降ですね、ここの上昇トレンドライン、ピンクのトレンドラインがですね、あるわけですね。で、直近のところを見ると、ピンクのトレンドラインまで一旦下げたんですよ。これが9月の24日の値動きですね。はい。で、そこからね、一旦持ち上げたんですね。ここの、言ったらボックスの中で動いていて、上値がここですね、25.7 セント。で、下値が、このラインですね、23セント付近。この中で、こうずっとね、動いている状況があったんですけれども、ここでですね、守りきれずに一旦落ちたんですけども、すぐに帰ってきたわけですよ。したがってこの上昇トレンドラインは強いなというふうに見えるわけですね。で、このままじゃあ、勢いついてですね、どんどん上に行くかと思ったんですけれども、24.5 セントで阻まれて、また下げてきたと。この下げってかなり怖かったと思うんですよね。で、この時は移動平均線の向きもですね、完全にこう下向きのような形になっていて、まあ、しかも収束して下向きだったので、今からね、下にトレンドが伸びやすい局面だったわけですよ。そういったね、いろんなこう、悪い条件が重なった中で、下に行き始めたんですけれども、そこをですね、23セントのこのラインでサポートされたんですね。大方の見方では、ここの上昇トレンドラインまで落ちてきて、ここから抜けるか、もしくはここで反発されるかみたいなところまで考えていたはずなんですけれども、一点この時は下げなかったわけですよ。ここがもう一つね、起点となったわけですよね。まあ結果的にですね、その後、一気にね、爆上げになったわけですけれども、この爆上げはまあ、そんなにね、気にしなくていいんですけれども、やっぱり、この一段下げて、次まで下げるだろうと思っていたところで、一つ上のサポートラインで、サポートされたというところがですね、もう直近ね、これはもう底値を固めたんだっていう風なですね、雰囲気に変わっていくわけなんですよね。イコールそこからですね、やはり買いが入って、こう、どんどん上昇してきている中で、まあ、パーフェクトオーダー作っている、それからアセンディングトライアングル作っているという状況から考えると、やはりもう一旦ですね、上に抜けるのはかなり可能性としては高いんじゃないかなと、よっぽどの、悪い、ファンダ、もしくはですね、ビットコインが急落するとか、そういうことがない限りですね、この形状からいくと、やはり上に抜いていきやすい、抜いていく可能性は非常に高いんじゃないかなと。で、それがですね、まあ、来週のスウェル開催ぐらいまでに、30円ぐらいまで上昇するんじゃないかなっていうのがですね、今の、今日の時点のですね、僕の考察というふうになりますということで、このあたりですね、覚えていただければというふうに思います。続きましてビットコイン見ていきたいと思います。はい、こちらですね、ビットコインの4時間足映しております。今のビットコインの価格がですね、11,376ドルですね。日本円でいうと1,201,000ぐらいのところを推移しておりまして、今日ですね、一時的に1,190,000ぐらいまでね、下げていたんですけども、そこからまた戻してきていますね。で、直近のところですね、一気に抜けました。で、こちらがですね、2日前にトレーディングビューに投稿していた内容で、今からですね、こう横ばいというか、アセンディングトライアングルを作りに行くか、これを一気にぶち抜いてからの一旦戻すポイントがあるだろうと、この両方のですね、シナリオを立てて、それぞれの戦略をまあ考えていたわけなんですけれども、この上に抜ける方のですね、オプションを選択して、まあ一気に上に抜けていったと。で、上げ止めのポイントとしてはですね、ここもまあ大方、読み通りというか、11,500ですね、ここの水平線あたりのところでレジスタンスされて、一旦戻してきたと。で、ここ戻してきたポイントでですね、まあ買っていきたいねっていうことをですね、トレーディングビューの方では言っていたんですけれども、まあ今のところそこまでね、下げてないんですよね。そこまで下げずに、11,250 ぐらいですね。ここが11,200ドルのラインなんですけれども、まあそこにタッチしないぐらいのところまでまあ下げてきたと。ここでですね、一応僕分割エントリーで、まあ3分の1だけ今ね、ロング持っているんですけども、ただね、思ったよりこう横ばいがね、続いちゃってるので、まあ来週ね、月曜日からの値動きでパンとこう上がるかなというふうにも思っているんですけども、まあここはですね、やはりこの11,200ドルを守れるかどうかというところが直近の課題となっておりまして、まあ、ここまで下げてきてもですね、ここでやっぱり買っていく層は非常に高いんじゃないか、非常に多いんじゃないかなというふうにまだ今のところはね、見ておる状況です。はい、デコボード見ると11,200ですね、ここの買い板が、他に比べてですね、厚くなっているのはまあ、一目瞭然かなというふうに思っています。まあそういった中でですね、11,500、先ほど言ったですね、ここの水平線ですね、はい、こういったところも意識されて、11,500付近が意識されていると、11,600のところもね、若干売り板厚くなっていますけれども、まあこういったところがですね、意識されていて、まあ上が11,500、下が11,200という
ということで、まあちょっとしばらくですね、これ拮抗する可能性もあるかなと、まあそれもまあ明日からのですね、株式市場とかそういったところの、相関性も見ながらですね、しっかり考えていかないといけないんですけども、とりあえずは11,200がですね、サポートラインとして機能する可能性は非常に高いと思いますので、ここまで戻ってきた、短期の移動平均線もですね、今このあたりでいて、だんだんこう上に伸びてくると思いますけれども、そのタッチでエントリーしたりだったりとか、まあ11,200をですね、下抜けるようなことがあれば、一旦逃げておいた方がいいでしょうねっていうような、戦略が立てやすいポイントなんですよね。したがって、ここはですね、しっかりね、ロングで狙っていきたい、ところかなというふうに思っています。で、11,500を抜ければですね、ここのラインを抜ければ次は11,800とか、このあたりがですね、意識されてくると思います。で、もっと上になると、12,000ドルがまあ控えているわけなんですけども、まあ、このあたりまでね、もし上昇したときに、11,800と12,000どっちが意識されやすいかというと、もう問答無用で12,000が意識されやすいんですね。意識されやすいってことは、そこでショートが入ってくるわけですよ。イコール、そこでショートが入ってくるっていうことは、そこまでの価格帯は、ロングの勝ちになるわけですね。そうなってくると、12,200までは、12,000まではスッとこう上がってくるような展開になるかもしれないと。まあこういった読み方もですね、できるわけなので、ここはですね、デコボードの板ですね。板、それからまあ直近のチャート形状なんかをですね、見ながら、しっかり分析していきたいなと。まあ僕のチャンネルでですね、毎日ビットコインは必ず扱うようにしていますので、まあ毎日ね、見ていただけたらというふうに思います。最後に、イーサリアムの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、イーサリアム4時間足ですね。今のイーサリアムの価格が375ドルということで、日本円で言うと、39,560 円ですね。イーサリアムに関してはかなり強いですね。値動き強くなっておりまして、ここのですね、底値を固めたかなっていうところに関しては、先ほど XRP でも言いましたけれども、ここの水平線意識されていて、ここの上昇トレンドラインも意識されていて、そういった中で、ここタッチして上に行ったけれども、戻ってきてしまったと。これは非常に、危険な状況だよって言っていた状況にもかかわらず、ここでサポートされたんですね。ここの上昇トレンドラインまで来なかったんですよ。ここでしっかりね、あ、これ買っていっていいんだっていう風な、雰囲気がですね、市場に生まれて、そこから一気に上に上がっていったという風なね、分析になるかなと思っています。そういった中で、今ですね、この376ドルっていうところにね、まあ差し掛かっているわけですね。ここのラインっていうのは、以前の動画からお伝えしている通り、イーサリアムのですね、歴史上においても、ここの水色に示す価格帯っていうのは、イーサリアムのですね、歴史上においても意識されているラインなんですね。で、今回、まあ、下から上に行くということで、当然ですね、跳ね返される、レジスタンスされる力が、まあ、強くなってくるというふうな状況があるんですけれども、まあ、まずそのファーストステップであるですね、376ドルのこの水平線を、まあ、今ね、上抜けようとしているということで、まあ、こちらもですね、パーフェクトオーダー作りかけている状況ですし、まあ、こういったね、状況があって、まあ、底値が固まって、上に行きやすいっていう展開になっていますので、まあ、ここはぶち抜いてですね、ひとまずは407ドル もしくはですね440ぐらいまでの、上昇は、直近のところ期待できるんじゃないかなというところで、まあ、来週の値動きをですね、このあたりの拡大を意識しながら戦略を組んでいくということがですね、やっていくことかなというふうに思っております。ぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい、ということで今日はですね、この主要3通貨4時間足で見ていきました。特に来週に関してはですね、アメリカの大統領選のですね動向、それから株式市場、金融市場とのですね、相関性という部分もですねしっかり合わせて見ていかないといけないという状況で、まあ、金相場がですねかなりね上がっていますので、まあ、そこと追従してビットコインがですね来週どのような値動きを見せるのかというところはですね大注目していきたいと思います。まあ、そのあたりですねまた来週の値動き、追っていきたいと思いますので、今後も見ていただける方はですねぜひ、チャンネル登録とグッドボタンで評価していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日はですねここまでにしたいと思います。皆さんまた明日から、お仕事頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。